帰ってきて早々上着も脱がずに買ったものを取りました。まず冷蔵庫にしまいたいものから紹介していきます。会員になって1年間で結局4回しか行かなかったので、今回は更新するのをやめました。なので気になっていたこちらを思い切って買ってきました。冷凍のクラブケーキ、カニですね。お値段は2198円。食べるのが楽しみです。これは行くと必ず買う小分けのパルミジャーノチーズ、おつまみにちょうどいい量なんですよね。削ったりスライスしたりしてお料理に使うのにも1個が程よい量です。1648円で 20g のものが20個入っています。味も美味しいです。小分けなので風味も飛びにくいですよね。それからもう一個チーズ、こちらはミニカマンベール。これはコストコでは定番ですが、私は初めて買いました。10個入りで998円です。カマンベールは小さいのって皮が厚いのかなと思っていたんですけど、箱で売ってるよく見る大きさのものより皮が薄くて美味しいと聞いたので今回買ってみました。それからリンゴのベーコン、前に一度買って美味しかったので、買おうと思っていたんですけど、ちょうど割引になっていました。1124円から240円引きでした。大きさ問わず240円引きみたいでした。ここまでが冷蔵冷凍物なので1回閉まってきます。続いて毎回買うロティサリーチキン、コストコに行った日の夕飯はいつもこれです。今回のはなんかいつもより味が薄かったみたいなんですけど、いつも割としょっぱく思うので薄味でこれぐらいがちょうど良かったです。そして今回久々に出会えたエプソムソルト、これを入れてお風呂にゆっくり浸かると汗がいっぱい出ます。こんなに入ってて1個898円、2個まとめて買いました。香りはしないんですけど、パッケージもシンプルで可愛いです。そして美味しいと噂を聞いて買ってきたこのフローランタン18枚入り2198円でした。娘と2人で食べるのでこんなにと思いますけど、こういうのを買ってこそコストコって感じですよね。それから瓶が可愛くて買ってしまったアンチョビです。賞味期限も長いので来年の2月まででした。これぐらいあれば、まあ、なんとか使い切るのではないかと思います。 130g で698円でした。あとはこれも定番ですが、オーガニックのバナナです。これはもはや値段は328円って高いのか安いのかわからないんですけど、オーガニックに弱いので。それからアイラップの大容量のものがあったので買ってみました。いつも使っているオレンジの箱のものよりも一回り小さいサイズみたいです。大きさが違うだけかと思ったら、これは湯煎調理やレンジはダメみたいなので、そこがちょっと残念でした。でも1000枚も入って1088円なので、まあ、お得なのかなと思います。お酒はあんまりコストコではいつも買わないんですけど、ではナパバレーのシャルドネで色が濃いと説明があったので、ちょっとオレンジワインっぽいのかなと思って買ってみました。夜飲んでみたのですが、バニラっぽい香りがして美味しかったです。1148円なら買って正解だったと思います。それからトリュフオイルも買ってみました。そこの方にちゃんとトリュフがいます。前にイタリアンのシェフにこういうのいろいろ使えるよって教わったんですけど、高くて手が出なかったんですけど、お値段もいいし瓶とラベルも可愛くないですか。調味料は長くキッチンに置くので見た目も大事と思っています。
無駄にしないようちゃんと使いこなしたいと思います。それからスウェットのワンピースを買いました。部屋着兼パジャマにしようと思って長いサイズの L を買いました。2198円の割に肌触りも良かったので良さそうです。それから最後にこのコストコの保冷バッグをついに買いました。白地の頃のデザインのものが欲しかったのですが、前に使っていたメトロのものがもうボロボロになってしまったので、同じぐらいの大きさのものがコストコのしかなくて買いました。以上、2022年1月末の我が家のコストコのお買い物でした。少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。ちょっとこのフロランタンだけ食べてみようかなと思います。これね、1個か1枚でカロリーが高いって言ってたんですけど、 100g あたり549kcal です。恐ろしいカロリーですが、すごく美味しそう。これ1枚何グラムだったかな。ボロッとしちゃった。めっちゃ薄いです。で、チョコがいっぱい乗ってます。で、これがここ1枚41g。ちょっと割れちゃったので、まあ50g弱ぐらいということで、1枚が549だから、まあ250キロ、60キロカロリーぐらいある恐ろしいお菓子ですが、とても美味しそうなので食べてみようと思います。めっちゃ薄くてパイパイです。ナッツが、こんなに薄いです。んで軽くてペロって食べちゃいそうです。めっちゃ美味しいです。すごい美味しい。大好きな味でした。ということで、またちゃんとした Vlog も撮っていきます。